のホロフキ野郎には前にも逃げられたことがある。仲間がやられて見つけたら引き裂いてやるからな。黙ってるはずがない。ビッグマン、ビッグマンに言いたいことで、ロイは生きて皮を剥がされたらしい。ネズミに尻尾をつかませよう。想像しただけでゾッとするぞ。冗談抜き。生まれてきたことを後悔させてやるぞ。さっさとクセ野郎を殺した方が身のためだ。ここはいつも誰かに見られてるような気がするぞ。聞こえるか、ビッグマン。ぶっ殺してやるからな。なんだ。さあ。うわ。ビッグマン。入れているなと思った。上の秘密の入り口を見つけたぞ。時間の問題だな。え？どう思う？分からない。気のせいか。ああ、そうかもな。ジェットを減らさないと。あれはなんだ？お前が姿を。掃除終了。そりゃ行くぞ。誰か見てみるよ。分かった。あれをやる。話でやるな。それを恐怖っていう。勇敢だな、根性が。戻ってこいよ。せっかく楽しんでいたのに。なんで死なないんだ。誰かにめちゃくちゃにされたな。ドロンか？え？昔のようなものにするなよ。ビッグマン、いつまでも隠れ続けられないぞ、クソ野郎。あれは何だ。え？
けるぞ。出ておいで。優しく早く。やつらいないよ。信じて。クソだれ。きっと見つける。顔を見せて。こっち。いつまでも隠れ続けられないぞ、ビッグマン。いいか、ぶっ殺してやるからな。いつまでも隠れ続けられないぞ。なんだ。こっちだ。しゃあ。奴らを抑えろ。弾が。ついに捕まえたぞ、ピックマン。俺の仲間を追って思う存分拷問にかけられると思ったか。楽しんで殺してやる。監視に値した。なぜそんなに追われていた。些細な意見の不一致だ。奴らの頭部を集める趣味に反対した。礼をさせてくれ。何もない。どちらにしろやっていた。なおさら報いるべきだ。俺の家をまた訪れたら、スタンレーのピクニックの絵を注意深く見てみろ。感謝の印が見つかるだろう。これが必要だろう。
どこに行く？一巻の終わりだ。誰かそれを利用するだろうな。何でもないのに驚いた。グッドネイバー、連邦で最低の場所、住む場所のない連中は最後にここへ流れ着くのさ。驚いた、ブリキ艦だ。グッドネイバーの新しいプレイヤーさんね。ハンコック市長、こんにちは。あの偵察の件はどうなった？楽しいゲーム。ビッグマンギャラリーで何が起きているのか調べたか？どこから始めていいのかさえわからない。あの場所がピックマンギャラリーって呼ばれている理由を知ってるか？いや、それがこの仕事全体の要だ。覚えてるか？何を言おうとしてるんだ？まったくひどかった。ピックマンは連続殺人犯だった。死体を使ってたんだ、アートとして。うわ、本当か？それはひどいな。この町でも。あの場所を避けるように言っておこう。よくやったな。地獄の底まで行って戻ってきたわけだ。報酬を受け取れ。